か。せっかくの気分なんだから、どっかに出かけましょうよね。しかしこんなんで暗証番号盗み取りしたってカードなきゃ金もずれるだろう。係長のキャッシュカードはクレジットカードも付いてるタイプですか？うん、そうだよ。本当めったに使ったことないけどな。カードにクレジットカード番号が印字してあるんですよ。それと暗証番号が分かればネットで買い物ができます。結構ね便利ですね。安いんですよ。そのね便利ってのがクセボンなんだよ。だから俺がいつも言ってたろ、銀行だって指紋認証すればいいんだよ、さっさと。そうすればこんな暗証番号が盗まれることなんかないでしょ。お言葉を返すようですけど、それも便利ってことにはなりませんか？あの名学級委員、名前は麻生です。係長、子供の誘拐事件が発生しました。お邪魔します。
そうしろ。あの箱にどなたか触りましたか。私触りました。ここのご主人。私も触りました。今度はこのお母さん、うん、お二人だけですかね。私も。彼女は第一発見者だ。申し訳ありませんが、皆さんの指紋とかしてください。あ、お尻の指紋と区別するだけですから。お、ここに例の箱が置いてあった。出入り自由って感じだな。また子供が狙われた。嫌な世の中になっちまったもんだ。俺たち大人の責任だな。何なんだこの番組。表にもあった。うん。大手のディベロッパーがこの辺一帯の再開発を進めてるらしいんだ。しかしオギアンだけは頑として立ち向きに応じてないって話だ。どうして立ち向かない。理由はこの井戸だって言うんだ。どういうことだ。ここから汲み上げる井戸水が和菓子作りにどうしても必要だって言うんだ。なるほどね。どうした。あ、いや、じゃあ念のため佐竹さんもお願いします。前を向いてもらえますか。星から連絡は。ありません。きっとあの人よ。やめなさい。あの人だったらやりかねないわ。誰のことですか。コウタの父親です。君島拓也さん、最近離婚なしだそうですね。コウタの親権をどちらが持つかで、ね、もうすぐ裁判なんです。そんな大事な時にコウタ君のお父さんが誘拐なんかしますかね。ケイジさんの言う通りだよ。いやいや、私はただの指紋係ですかね。さっきから何度も携帯にかけてるのに全く繋がらないんです。トミー、はい、番号聞いてお前かけて。わかりました。あなたが何と言おうと僕に出します。子供の命がかかってるんです。そんなことは分かってますよ。しかしそんなに出しちゃったら取ってきた指紋を識別する人間がいなくなるでしょう。結局仕事が進まなくなるってことなんじゃないですか。とにかく僕に出します。くそ、キアだ。まったく頭の固い管理官だ。もう少し仲良くできないんですか。できない。
中に見られてるかもな。気になるな。はっきり言ってやめろって。そうだ。ませんな。はい。頭は冷静に心は熱くだ。コンピューター室には警察庁が誇る指紋自動識別システムがある。警察庁に保管されている前歴者約700万人分の指紋の中に現場で採取した指紋と同じものがあるかどうか瞬時に検索できる。どうだい？ご期待に添えないみたいですね。前歴者の線はなしか。そっちは？あれから全く連絡がない。星が妙な気を起こしてなきゃいいけどな。来た。切るぞ。はい。大木なんです。周りに誰かいるんですか？さっきはすいませんでした。娘が取り乱しました。いくらですか？いくら用意すればいいんですか？身代金なんていりません。そこを立ち退いてください。立ち退いてですか？そこから立ち退いてくれればいいんです。明日の朝8時までの話です。いい返事待ってますよ。ちょっと待ってください。東交差点近くにある公衆電話ボックスです。公衆電話から採取したもんで、こっちが東橋東交差点の公衆電話から採取したもんです。指紋照合の一般的イメージとして2枚のスライドを重ね合わせ全体像がピタリと合うかどうかで判断するように思われているが、実際は違う。指紋照合の決め手となるのは人間の指紋に平均して100個あると言われている特徴点だ。その特徴点が12個あって初めて指紋が一致していると判断される。どうですか？大丈夫だ。これが誘拐犯の指紋か。少年が保護されたそうです。どちら様ですか？失礼しました。よかった、コータ。
りません。おそらく睡眠薬を飲まされたんでしょう。ごめんね、コータ。ごめんね。よかった。お利口だったね、コータ。お母さん。よかった。コータ君、あの踊り場で倒れていたそうです。ここにコウタ君が監禁されていたとして、コウタ君の行動を予測しろ。おそらく自由が奪われてたでしょうから、ほとんど身動きできなかったと思います。で、指紋はどこにも残ってないのか。どこかには。お前がよくサボりに行くとこだよ。トイレ。やっぱりお前サボってたんじゃないか。さっさと指紋を取る。はい、学園前トイレだよ。お前、はい。あの仏さん殺されたな。
確かか。ああ、電気のコードを結んであったとこな。やたらと手袋痕が残ってた。仏さん、手袋はめてなかったの？どういうことだ。それ調べるのはあんたたちの仕事だろ。こちら。ああ、コータ君、なんであんなところに置き去りにされてたの？それは、俺も引っかかってるんだ。神社で一人サッカーボールで遊んでたの。そうか。それで。二人っていうのは間違いないかな。多分。顔は見た。少し休ませてもらえませんか。したっていうのか。それは工藤圭吾の部屋から光沢の指紋が出た。それとな、例の2つの公衆電話から採取した指紋と工藤の指紋が一致した。間違いないな。ご存知のようですね。殺されたそうですね。ニュースで見ました。工藤の手帳にあなたと会う予定が書かれてました。何度か会いましたよ。用件は？向こうから売り込んできたんです。自分を使ってくれないかって。具体的には？大木湾の立ち抜きを自分にやらせてくれって言ってました。依頼したんですか？まさか。私には不動産関係の仕事をしていると言ってましたが、調べてみたらいわゆる闇金融業者でした。そんな男危なくてうちでは使いません。工藤は大木湾の孫を誘拐したんですよ。誘拐？要求として大木庵の立ち退きを迫った。バカなこと。うちは全く関係ありませんよ。ただね、どうしてそんな要求をしてきたのかどうもよくわからないんですよ。変なこと言ってましたよ。変なこと？個人的にも大木庵は立ち退かせたいのです。個人的にも。係長、たまには早く帰った方がいいんじゃないですか。そんなことしたら帰って怪しまれる。信用ないんだやっぱり。コタ君の靴が入ってた箱ですよね。どうかしたんですか。お前こそさっさと帰ってたまにはデートぐらいしたらどうだい。あ、その前にまず相手か。係長に心配してもらうほど不自由してませんから。山崎、何でしょう。付き合ってやってくれ。セッションが。結構です。夜分遅くにすいません。実は、この男なんですか。この人が何か。コータ君を誘拐した男です。以前にこの店を訪ねてきたようなことはありませんか。なかったと思いますが。
じゃあこの男から恨みを買うような覚えもないと。全くありません。坂本さんどうですか。ちょっと付き合え。忙しいんだよこっちは。たまには早く帰ってやれよ。お前さん泣いてるぞ。翔吾どんなこと言ってやる。俺の心配するよりさ、自分自身の心配する。また捜査に首を突っ込むつもりじゃないだろうな。俺がいつ捜査に首突っ込んだんだよ。言いたいことがあるのははっきり言え。コータ君の靴が入ってた段ボール箱な。あの箱の内側から大木庵の人間3人の指紋が採取された。ああ、箱を最初に見つけた従業員の坂本千里、主の榎並光一、娘の榎並香織だ。それがどうかしたのか。一番怒ったのは第一発見者の坂本千里の指紋だ。ところがさ、誘拐した工藤の指紋は見つからなかった。手袋痕もなかった。言わないか。何だろう。ネットさんが飲んでたなんて珍しいじゃない。捜査に行き詰まってるよ。ちょっとアドバイスしてやったんだ。余計なおせっかいじゃなかったんですか。なんでおせっかいしてやる。ねえ、あ、大木屋さんにまた行かない。なんで。帰りに和菓子買ってきてもらおうかと思って。お気楽だね、お前は。本当に。あら、あそこの和菓子も美味しいのよ。まださ、浅草に実家があった頃しょっちゅう買いに行ってたんだから。桜餅が特に美味しい。また行かない。仕事に行ってるんだから、そんなもの買って帰ってくれるわけないだろ。あら、ついでじゃん。もう食べてすぐ寝たら不審になっちゃいますよ。それはお前の子供じゃないんだから。開けるときにあなたも触りましたか。いえ、うちの人に渡してその後は触っていません。間違いありませんか。間違いありません。もういいですか。店を開ける時間なんです。これから署の方へ来てもらいましょう。どうしてですか。あの段ボール箱の内側にもあなたの指紋がついてたんですよ。
この男だけですか？もう一人男がいた。どんな男ですか？40ぐらいのちょっとヤクザっぽい男。工藤の交友関係洗い直して。指紋が遺留指紋にヒットしました。事件は15年前に江東区で起きた資産家を狙った強盗殺人事件です。遺留指紋が残ってるってことは事件はまだ解決してないんだ。いえ、先日事故になりました。1年早かったらお手柄だったのに残念ですね。何がでどうなんですか？自分でご覧になりますか？私が見たってわかるわけないでしょ。ええなってね、指紋係の管理官になられたわけだから、たとえ腰掛けてももう少し指紋のことが好きになれたらどうですか？係長、噛みつきすぎですよ。あれ、分かんなかった？今の愛の無知だよ。どうだったんですか？間違いない。15年前の事件の星の一人だ。強盗殺人事件の現場に3つの指紋が残されていた。1つが殺された神崎の指紋、残る2つのうちの1つが佐竹の指紋じゃないかってのか？そうだ、そんなわけかね。2人が高校の頃から知り合いだって可能性だってある。だとしたら2人が組んだって不思議じゃないだろう。こちらの返礼指紋はダメですね。12個の特徴点が確認できません。対象不能か。闇じゃのどうだ。佐竹の指紋じゃないみたいですね。ちょっと見てください。いいか？邪魔したな。
気があるの、あの女まだ取り調べ中か。佐竹さんが小木屋に来たのは12、3年前だと聞きました。その前から菓子職人してたのかな。いえ、大木屋で初めてだと。彼、乾燥肌かい？ええ、ひどい乾燥肌です。じゃあかなり手は腫れてるね。いや、ありがとう。覚えとけよ。乾燥肌の人間は肌が荒れて指紋が崩れやすい。まして和菓子職人みたいに水をしょっちゅう使う人間はなさるだろう。これがトレースと呼ばれる作業だ。指紋係が流線の流れやボケたり薄くなった特徴点を修正し指紋を復元する。やりましたね、係長。15年前のこの指紋、佐竹の指紋に間違いありませんね。ああ。工藤と神崎が組んで、光太君の誘拐を計画したのはまず間違いない。ただな、最初は誘拐の手引きを佐竹に頼んだんだと思うな。神崎と佐竹が昔からの悪仲間だとしてありるな。ところが、佐竹は誘拐の手引きを断った。大木屋の娘さんに惚れてるからな。二人は佐竹を諦め、娘さんを恨んでた従業員の坂本千里を丸め込んだってわけだ。恨んでたってどういうことだ。坂本千里も佐竹に惚れてたんだよ。かくして二人は光太君の誘拐に成功したってわけだ。だとしたら佐竹は二人が誘拐犯だってことは知ったわけだろ。なんで警察に行かなかったんだよ。いや、15年前の事件のことを知られたくなかったんだろう。だってもう時効だろう。たとえ時効だとしても大木屋の人たちには知られたくなかったんじゃないのか。それで光太君を取り戻すために二人殺した。そこまでやるか。問題はそこなんだけどな。惚れた女の子供を救うためだとしたら動機として十分あり得るだろう。誘拐されたようですか。厳密に言うと夜の10時から夜中の2時までの間です。ここで次の日の仕込みしてました。そんな夜中にですか。いや、あの日は私が全く仕事にならなかったもんで、みんな佐竹に頼んだんです。次の日に大きなお茶会が入ってまして。ねえ、その間はどこへも出かけてませんか。出かけてません。若い刑事さんもご存知ですよね。え、あの晩確かこちらに泊まりましたけど。そうだ、お前泊まってたんじゃないか。泊まりました。で、調理場の電気が夜中までついてたのは知ってるんですけど。ご本人はいたのかいなかったのか。すいません、そこまでは確認できてません。係長ちょっといいですか。はい。ちょっとこれ見てもらえますか。どうしたんだよ。なんだよ、この辺に衣装、15年前の事件の3つ目のやつだろう。諦めたじゃなかったの。え、指紋係のプライドが許さなかったんですか。プライド、お目にあったんだ。いや、そんなこと言っていいんですか。ちょっとこれも見てもらえますか。これは前歴者の中からピックアップした指紋です。特徴点が11個ありました。1個足りねえじゃん。同一人物の指紋と見ていいんじゃないですかね。何、お前らこれ前歴者の中から洗い出してくれたの。好きだね、まったく。この前歴者10年前に行方不明になってるんですよ。え、しかも何ていう名前だと思います。もったいぶらずにさっさと言え。工藤正樹っていう名前です。工藤、最初に殺された男も確か。そうです。この工藤正樹は殺された工藤の息子なんです。
本当か。塚野さん、所轄から届いてる指紋資料の照合進んでないようですけど大丈夫ですか。いや、それでもやないんだよ。15年前の強盗殺人事件の主は殺された神崎、それと工藤の息子の正木、荻原の佐竹、その3人に間違いないんじゃないですか。おい、さっき言ってた行方不明ってどういうことだ。10年前に行方不明になったそうで、父親の工藤警部から捜索願いが出されています。出されたのは浅草に一緒です。なんだよ、じゃあ今捜査本部がある所轄じゃないか。父親は息子は浅草で行方不明になったと言ってたそうです。浅草で行方不明？黙って聞いてれば何勝手なことしてるんですか。誰が捜査の真似事しろと言いました。あなた方指紋係ですよ。いや、私が指示したんです。私が全て責任取りますから。管理官に事情を出せばいいですか。脅しのつもりですから。事情を書く暇があるんだったら指紋資料の照合さっさと済ませてください。かわいくね。
歌詞の命って何ですかね。そうですね、やはりあんこ作りでしょうか。小豆にしろ砂糖にしろいい素材を選ばないといい味は出せません。あ、それでこちらは未だに井戸水使ってらっしゃるわけだ。ええ、まあ工藤正樹さんもこちらのお菓子買いに来てたんですか。いや、10年前にお嬢さんが付きまとわれて困っていたってのは工藤正樹ですよね。いやいや、全くの偶然だと思うんですが、今回光太君を誘拐した工藤圭吾ってのは工藤正樹の父親なんですよ。そうなんですか。工藤正樹よくこちらに押しかけてきてたんじゃないんですか。何度か来たことはありましたけど、その度に私店の前で追い出してました。じゃあお宅では一度もあげたことはない。ありません。香織さんもあげたことはない。あげたことなんかありません。あなた何が言いたいんですか。ああ、いやいや、奇妙な偶然もあるもんだなと思って。おい、選んだのか。オギアンのガサ入れの令状とった。そんなもん取れるか。お前だって工藤正樹の失踪と今回の事件関係あると思ってたろ。佐竹をどう落とすかで頭がいっぱいなんだよ。捜査に行き詰まってるならなおさら俺に協力しろ。突破口が見つかるかもしれんぞ。とにかく俺の話聞けって。15年前の強盗殺人事件のホシは神崎佐竹、工藤正樹の3人でも間違いない。その事件の後、佐竹はあの大木藩に勤め始めたんだ。まあ、おそらく神崎たちと手に切りたかったんだろう。ところがそんな佐竹のところに工藤正樹が現れて、あの江波香織に関心を持った。それが10年前。それから月の問いが始まったってわけか。そうだ。塚さん的には何が引っかかってるんだ。工藤正樹をうちにあげなかったってことだ。しかし果たしてそうだろうか。実は工藤正樹はあのうちに上がり込んだんじゃないんだろうか。そこで何かが起こった。大木庵のうちの中で工藤の指紋を見つけるつもりか。そうだ。工藤の指紋が見つかれば奴の行動が読めるかもしれん。事件解決の糸口ないかもしれないぞ。10年前の指紋なんて取れるのか。ほとんど不可能に近い。しかし可能性はゼロじゃない。手引きをした坂本千里の捜査ってことになってる。分かった。何も出てこなかったらシャレにならないぞ。今回の指紋採取のポイントは人があんまり触らないかでしょう。物をあまり移動させてない場所、湿気のあるところ、カビが生えやすいところは外せ。友達と遊ばないのかい。友達いないもん。え、いないってことないだろう。横浜にはいっぱいいるよ。でも
けの模様なんだよ。つまりさ、コウタっていう人間はこの世に一人しかいませんよってその指紋は言ってんの。ははは、難しいか。まあいいや。あ、いいとか言うな。こっちもダメです。やっぱり10年前の工藤正樹の指紋なんか残ってませんよ。係長、ちょっと休憩していいですか。はいよ。よし、じゃあ休憩。使わないですそんなに私を困らせたいですか。今捜査一課長に呼ばれて行ってきました。そんなに捜査がしたいなら指紋係で全部やってくれって嫌味言われましたよ。たまにはそれもいいかもしれませんよ。ふざけるな。指紋の神様だか何だか知らないよ。いい年して少しはわきまえろ。いや、これはどうも申し訳ありませんでした。私がここで管理官をやっている限り、金輪際勝手なことは慎んでください。いいですね。お言葉ですが、もう一回ガサ入れできるように一課に頼んでもらえませんか。私のこと舐めてるんですか。よしろ。はい。一課長に頭下げてくれたのか。別に塚さんのためじゃない。自分の勘に従ったまでだ。これ以上どこから取ればいいんだよ。頭と心を白紙に戻す。工藤の先が腐りそうなところを読んだ。それと汗が染み込む髪にも指紋が残りやすいぞ。
間違いない。工藤正樹の指紋です。向川、はい、一応確認してくれ。したやっぱり係長が言ってた通りですね。おそらく工藤正樹が店で暴れたんだ。だけど工藤正樹の指紋が見つかったからってそれがどうだったんですか。問題はこっからだな。工藤がやったんだったらこの男に指の跡が残さない。まだ半日だ。行ってこい。行ってきます。10年前にやっぱり奴は大岩に上がり込んでたんだ。それなのにどうしてあそこの主人は上げてないってあんなに言い張ってたんだろう。デカの勘、なんて言ってる。工藤正樹は大木庵で殺されたか。俺もそう。しかも工藤正樹の死体はまだあの大木庵にあるんじゃないのか。おそらくあの敷地のどこかに隠されてると俺は思うんだ。大木庵が立ち退きに応じなかったのはそれを隠すためだったんだよ。立ち退きに応じないのはあの井戸のためだ。井戸なんか出なかったよ。花から菓子作りに井戸の水なんか使ってないんだよ。工藤正樹の父親もそのことに気づいてたんじゃないのかな。どっかに埋められてるってさ。だから頼まれもしないのに立ち退かせようとしたんだ。よく飲んでバカな真似したんだよ。確かについつも。あとはさ、それが事実かどうか確かめるんだけど。今度は地面まで掘り返すつもりか。工藤正樹が大庵で殺されたって確証は何一つないんだぞ。でも可能性あるだろう。いや、大いにある。デカの勘もそう言ってる。違うか。そんなことして仏さんが出てこなかったらどうするつもりだ。今度こそ首が飛ぶぞ。あとは俺に任せろ。まずは佐竹を感知させる。お母さんを守るんだ。いいな。どうして？お前が男だからだ。男は自分の大事な人を守るんだ。こうだならできるよな。うん、できる。よし、行ってこい。行ってきます。Thank you.
が言おうとしてることをもう分かってるようだな。鑑定結果が出たんですね。ああ DNA 鑑定の結果、工藤正樹の遺体だと断定された。もういいだろう、早く話して楽になれ。自分が3人を殺しました。申し訳ありませんでした。3人とは？工藤親子と神崎です。詳しく話してもらおうか。刑事さんが言う通り、15年前強盗殺人事件を起こしたのは自分と工藤と神崎です。できないだろう。後からご主人だけには話しました。それで桜を切り、コンクリートを二人で敷いたんです。あんたの指の跡がコンクリートについてたよ。指の跡が。あれ、例の遺体がくるんであったシートだろ。ずっと眺めてるけど、何やってるんだ。ああやってね、どうやって指紋が取れるか考えてんですよ。もう散々やって、まともな指紋取れなかったんだろ。係長なら取ります。指紋の神様ですか。
テープ全て新宿から剥がす。大切なのはこの接着面だから、ゴム手の上から塩剥げする。はい、慎重だ。手引きを頼まれたんじゃないのか。頼まれました。でもすぐに断りました。工藤の父親の本当の狙いが、オーギアンを立ち退かせ、息子が埋められていないか自分の目で確かめるためだって分かってたから。坂本千里の手引きには気づかなかったのか。それで自分で光太君を助け出しに行ったのか。はい。それでその時、工藤が父親も殺しました。生かしておいたらまた大木屋に迷惑がかかると思ったんです。正樹のことで情報があるって本当か。光太君解放してくれたら話します。情報が先だ。光太君無事なんでしょうね。シミをこのまして、あっちのベッドで寝かしてやる。迷惑をかける人間がみんなこの世から消したかった。佐竹、ずっと前からあんたのこと殺したかったんだ。何一番やってんだよ。落ち着けよ佐竹。大事な人を守るために3人も殺したのか。他にも守る方法はあっただろう。佐竹が3人を殺したことを自供した。共犯は一人でやったと言ってる。工藤正樹もか。ああ、勘落ちだ。いや、まだ半落ちだ。これ見てくれ。
指紋と付き合い始めてからこれ30年になります。その間一度も指紋に嘘をつかれたことはない。今回もやはり工藤正樹さん殺しにあなたも関わってますね。彼の遺体をくるんであったシートビニールテープで巻いてあったんですがね、そのテープの接着面にあなたの指紋がはっきり残っていました。あなたが頼んだのか佐竹が自分から引き受けたのか、まあ状況はよくわからないですがね、いずれにしても佐竹は自分一人でやったといい、あなた方親子はだんまりを決め込んだ。理由は間近に迫った裁判のことじゃないですか。光太君の親権争いで工藤殺害に関わっていいってことが分かったらとてもじゃないが勝ち目はない。そのことを恐れた。まあ気持ちは分からないじゃない。でもね、あなた間違ってる。それ確かに光太君の親権が取れるか取れないかは大問題だ。あなたにとってはもう一番大事なのは光太君自身の気持ちじゃないのかな。違いますか。やめてください。正直に言っていいんだぞ。お母さんとお父さんと一緒に前みたいに横浜で暮らしたい。そうか、そうだよな。だけどな、光太君。お願いです、やめてください。僕、お母さんと一緒にいる。僕がお母さんを守るんだ。Yeah!
消防の決め手となるのは特徴点。そのくらい知ってます。